久保さん、おはようございます。ボンバーですね。ボンバーですね。<laughs> いやー、いっぱい値上がりしますね。そう、ベトナム戦争はね、僕、全くあの触れてないというか、あれですね、湾岸戦争が小学校、ちっちゃい頃ですかね、なんか。 なんかちょっとテレビで見た記憶がありますね。まあ基本的にまあ戦争に関してはあんま触れてないですね、僕の世代は。まだ湾岸戦争ぐらいですね。うん。そう、だから湾岸戦争か。うん。まあベトナム戦争すごかったらしいですよね。うん。あんまり言われてないですね、ベトナムはね。まあ、やっぱ10年違うとあれかもしれないですね。うん。 結構な、あの、広島の核爆弾に関しては、あの、なんだ、僕はその、金曜ロードショーのホタルの墓を3回ぐらい見たんですけど、まあまあまあ、すごい,い、情報流してるじゃないですか。まあ、地獄で行われたことなんで、うん。なんで、まあ、やっぱ、戦争知らないですね。うん。 まあでも、ホタルの墓はね、僕はね、すごく印象深かったですね、あれは。あれはね、節子節子お兄ちゃん、これみたいな。なんか、なんだ。あの、ど泥団子。泥団子かな泥団子食ってたかないや、あれね、ちょっと思い出すだけでちょっとやばいですね。 今日ね久保さんは僕あのちょっと車のパーツを買ってくるんですけどであとプラズマプラズマプラズマなんちゃらってやつをちょっと買,って買って入れるんですけど多分10コーチン入れたら13万ぐらいかな14万とか入れてきます、はいまあ、燃費も良くなるし加速も良くなるしま,まあ結構いいらしいんで入れてきます ううん。そ金稼がないとね、うん。金稼がないと、もうだからももうう一気に値上げす、値上げですからね、だから一気に買います、今月中に全部買います、注文、そ <laughs> そううまあショップさんにちょっと相談してきますけど。うん だショップさんもなんかキャンペーンで、その値上がりキャンペーンなんですよね。値上がる前に今がチャンスみたいな。そう。うまいですね。だ僕は逆を言うと4月まあ3月ちょっと商品を売るんですけど、3月の商品終わったら4月からは、世の中値上がってるから値下げしますみたいな。みんな値上げしてる中値下げしますみたいなキャンペーンちょっとやろうかなと思います、ね。逆をいくっていうね。値下げかもしくは安いやつですね。 うん、いや本当にねでもなおあの、どんな状況になっても結局、金は必要なのであのーまあ、もちろんね、あのー、まあ、でも闇市闇市もお金ですよね、多分広島で核爆弾落とされて、まあ、闇市とかも、ね、こうあったと思うんですけどそれも多分金だと思うんですよ、流通してたと思うんで結局、どんな状況になっても金必要ですからね。 うんやっぱ金はね、命より重いっていうので定番でいいじゃないですか、今回は。金は命より重いっていう。うん。やっぱ結局必要なんで、全部ただでね、まあ今、避難してる、ロシアでその避難した人に対してその物資あの無料でね、そのありますけど、じゃあ、ずっと死ぬ,死,ぬ死ぬまで無料なのかっていうと、まあ、そんなわけないじゃないですか。 だからいずれにせよお金はやっぱ必要だから、やっぱそこは稼いでいかないといけないですよね。うん。で、あと、なんだろうな、欲しいものも手に入れなければ手に入らないというか、うん、まあ、人生終わっちゃいますからね。うん。だから僕は本当に思うんですけど、あと10年で50なんで僕は。あと20年で60ですから、60になって欲しいものがあるのかな、みたいな。 果たしてーんー、60になって物欲なんか Amazon でガンガン買ってますっていうのも、どうなんだろうな。70になって Amazon でガンガン買ってるとか、どうですか、久保さん。80になって Amazon でガンガン買ってるとかね。なんかファンキーですよね。90になっても物欲めっちゃあるみたいなね。多分物欲もそのうちなく、なくなると思うんですよね。うん、だから今のうちだと思うんですよな、ね。 欲もなくなるっていう、そのうち。消えるっていう。まあ、逆にその90でね、なんか病院のベッドで酸素マスクつけて,てもアマゾンで注文してるファンキーなおっさんがいたら、もう何に使わないみたいな。<laughs> なかなかすごいですよね。いや、買ってもそれ何に使うんすかみたいなね。<laughs> 自分使えないやんあま、まあまあまあ、プレゼントで買うんだったらわかんないですけどね。もはやし死ぬやんみたいなね、話で。多分ね、僕ね、 食欲も物欲も性欲も年取るとどんどんなくなってくるんじゃないかなと思うんですよねさすがにまあその個人差はありますよその個人差はあるんだけど若い時にあったその欲は年取るとなくなるんじゃないかなと僕は思うんですよねその数ですよね欲欲の数というか欲しいものの数というかうん多分だってその飯とかもそうじゃないですか若い時はその食べ放題みたいなね 焼肉食べ放題って、うわーって思ってましたけど、やったーみたいな思ってましたけど、今、焼肉食べ放題に価値を全く感じないですからね。もうそもそも食べ放題に価値を感じなくなりましたからね。いやちっちゃい頃、小学校の時とかね、食べ放題、うわーてん、すごいみたいなのよ。価値をね、めちゃくちゃ感じてましたけど、久保さんもそうだと思いますけど、今食べ放題に喜べますすごい食べ放題みたいな。喜べます 僕、喜べないですね。食べ放題。でも、昔はすげえ喜んでましたね、食べ放題。いっぱい食ったるみたいなね。ドリンクバーだわーいとかね。今、ドリンクバーいらないですね。正直。<laughs> 水でいいです、みたいな <laughs>。だって飲めないですもん、そんなの。コーヒーも一杯でいいじゃないですか。コーヒー10杯とか飲まんじゃう。ん。でも、昔はの、その、ちっちゃい頃はね、ドリンクバーだって言って、メロンソーダ、オレンジジュースとかね。 ね、なんか飲んでましたけど <laughs> うんだから欲の量は減りますよね量だったりとか数とか年取ると多分だから今のうちにそれをかなえとかないとうんそうだい,いつまでね欲っつのはあるんですかねまあ僕も車あれいじったらまあ ある一定いじったらもういじんない、いじんなくていいので、とりあえずまあ自分が描くデザインですよね。こうだっていうのを作って。まあその後はまあ大切にあまああとはそのなんかコーティングですかねコーティングしてみたいな。全部、全部自分の描くカスタマイズをし,したらコーティングするぐらいかなうん。まああれも10年ぐらい乗ろうと思ってるんで。 50ぐらいまで乗って、まあ考えるって感じですかね。うん。10年乗るかなまあ7年。まあ結構まあ乗ると思いますね。うん。うん、まああとはまああの世の中の流れですね。そののニスあのソニーとホンダか。ソニーとホンダが EV 開発、あの手組んだらしいですね。だから本当になんか、あのー、 世の中の流れとしては多分車に関しても10年後だったら10年後って結構ね EV 結構出てると思いますし EV の波じゃないかなと思いますしまあそれはあれを乗りながら世の中の流れ見ていきますけどガソリンも10年後200円300円になってんのかなちょっとわかんないですけどねまあ未来のことはわかんないですけど金を稼がないといけないですからね 命は金より重いということで稼いでいきましょう稼ぐしかないですねうんでまああとね昨日ちょっとね戦争の話ちょっとしたんですけどなんか戦争について思うことみたいなねなんかその僕たち日本に生まれてねなんかみんな持ってないとかねうん,なんかできないとか言うんだけど いや日本に生まれただけであなた持ってるよっていう、なんかその、運持ってるじゃないですか。日本に生まれただけで運持ってると思うんですよね。こんな平和で、こんないろんなものがある。しかも動画を見れ、もし動画を見れてるんだったら、見れるじゃないですか。<laughs> 持ってますよね。いやもう本当、あそこの国で生まれてたら今、そんなね、 なんか生きるか死ぬかですからね。うんだから、うん、やっぱやれる、やれるんだからや,やっといた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん僕はねうん。なんかロシアのニュースを見れば見るほど、やれるんだからやろうと思いますけどね。向こうだったらやれないじゃないですか。 できない理由。いや、いや、今戦争してるんで、ちょっと、ネットビジネスできません。それはわかる。それは <laughs>、それはわかります。<laughs> それは、やれない理由じゃなくて、もう、やれない、やれないですよね。そもそも。それはそもそもやれないかもしれないけど、日本は戦争してないし、ドンパチしてないじゃないですか。なんだかんだ言って平和でしょうん。やれない理由はないですよね。うん。だけど、この平和に生まれてるし、みんな環境あんのに、 やらないんですよね。うん。少なくとも、久保さんの動画見てるんだったら、やればいいのになと思うんですよね。だって、久保さんなんか僕より10年年上でね、いや、本当に麻雀店のおっさんで、僕はまあ久保さんの初期を知ってますから、あー、な,なんか、なんか、何なんだんですかね。<laughs> 人生って何があるかわかんないなっていうのはすごく感じますけどね。久保さんも、なんか、今、なんか、 流暢になんかいろいろ喋ったりとかいろいろやってますけど、昔はね、あれでしたよ。コメント書くしかできなかったですよ <laughs>。いってらっしゃい。